うぬ。それでお主は30万の部下でも止められぬ。上様。なすべきことをせい。我が息子を殺した者に言葉はない。龍之介様に手をかけたのは決して我々ではございません。大城無限の死も我々のせいではありません。真実を歪めていたのは上様の弟君です。そのような至極けしからぬ言いがかりを信じるはずなかろう。証明するものがあるのか。証言がございまする。おいではないか。これがお主のやり方か。この畜生が、あんたの息子をその手にかけたんだ。嘘です、おじさま。嘘です。汚れた忍びが刀で襲ったのを見たのです。こやつが、こやつが龍之介を殺した。違う。これは嘘よ。うん。続けろ、おいよ。こいつは無限先生も殺した。すべてはあなたを欺くためです、おじさま。世を傷つけ、嘘をつけと脅された。だが、屈しはせぬ。すべて知っているのは、現場を見たからということだな。違います。なぜそこにいた。龍之介がどこにいたか、どうやって知り得た。おじさま、あなたは分かっていらっしゃらない。私に嘘はつけぬぞ、おいよ。答えろ、正直にな。誰が、この部屋の誰が世の息子を殺したのだ。お願いです、おじさま。世は父上の言う通りにしただけです。したくなかった。父上が刀を用意し仕向けたのです。悪いのは世では。もういい。もう口を開くな。昇る弟め、今まで騙していたのです。気づくべきであった。戦いへの執着、平和な策を話すといつも反対した。弟は平和を欲していなかった。征服を求めていたのか。もし生まれたのが100年も前であれば、最強の将軍になっていたであろう。過去の闇は今をも曇らす。失ったものへ私たちは復讐を望んでおります。しかし上様の指揮にお従いいたします。無限様がかつてそうであったように。無限、死してその忠誠を果たそうとするのか。我が弟に名誉の死などありえぬ。死して忘却へ、歴史の片隅にのみ存在すべきだ。本拠地へ乗り込め、駿府城にな。弟と対峙し、なすべき責務を果たすのだ。戻ってきた時、そなたらの処遇を話そう。仰せのままに、上様。では行け。一刻も無駄にはできぬ。お前もだ、昇る。Thank you.
あの二馬車で行けるのはそこまでだ。準備はいいかい、じいさん。興奮すると若返るの。熊でさえやる気満々じゃ。そうだな。他の奴らもそろそろ配置についた頃か。こっちだよ、愛子さん。もうじき着くよ。大した高校技術ね、ゆきちゃん。さあ、これからが大仕事ね。狙え。登るに近づくのは容易ではなさそうだな。最善の道は常々見えないところにあるもんじゃ。わしが前に教えたことを思い出せ。井戸はそれぞれつながっておるんじゃ。では城の上部に行くには井戸が使えるってことだな。たくま様は井戸には鍵がかかって入れないと見ているわ。城前には鍵がある。私、鍵を探せるよ。途中で私たちの変装用の服も探さないとね。いいでしょう。他の仲間とは途中で合流して、井戸には一緒に入りましょう。そこから先は入ってから計画しましょう。さて、始めましょうか。準備万端だよ、愛子さん。わしは準備できたぞ、ハヤトよ。よし、とっとと終わらせよう。おお、クマ。出番じゃ。楽しいわね。いたしました。見守っててください。頼りにされてるんだから。計画実行かんざしよ。優雅なし。気を引くんじゃ。クマ、引くんじゃ。クマ、行け。クマ、惑わすんじゃ。じゃな。タヌキか。うん。いいか。よし。分かっとるな。吠えるんじゃ。迷っている。タヌキか。これ、タヌキだ。クマ。クマ、気を引くんじゃ。腹でも減ってんだ。クマ、引くんじゃ。よし。わ、クマ、惑わすんじゃ。踊らないか。水のように動け。もう疲れたかの。心配するな。準備しろ。突入する。終わらせてみせるわ。敵の視野に入らないように。刀を使う。静かに。中距離でいい策じゃ。静かにして。すぐ戻る。最後の一発。いいだろう。そう、
静かにね。すごく今行くわ。クマ、聞くんじゃ。クマ、行け。吠えるんじゃ。クマ、クマ、戻れ。よく戻ってきたの。キツネが狩り中よ。簡単ね。お侍さんのため。自分の仕事は分かっているな。みんな揃ったみたいね。ああ、見違いたいわ、たくま先生。まったくじゃ、ゆきちゃん。今までで一番生きているという実感があるわい。俺もだぜ、じいさん。昇るは、なんで撃たれたかわからないまま死ぬ。最後の一発だ。リロード中だ。刃が血を欲しい。もう終わってるぞ。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。ゆっくりと。みんな見ていて。ワナさん、蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。ピストルさん、お侍さんのため。うん。大将が見てくださるわい。最後の一発。リロード。まずいわね。できないわ。ごめん。俺を待つ必要はない。幕開けね。死に様は様々じゃ。すぐ戻る。景色でも楽しまんかい。小刀さん、起きてよ。いつも打ちまくってる。誰がこの小銃を作ったんじゃ。うるさくてかなわんわ。ここの持ち主を撃っても誰も気づかんぞ。ああ、わかった。ええ、私たちの発砲音をここの音とかぶせて隠せるわ。悪くない策だ。できるわよ。もらうわね。頼りにされてるんだから。いい眺めだ。弾が尽きたの。大将が見てくださるわい。ピストルが使える。突入する。火薬のせいよ。
斬新な小道具気づかれないままね。死に様は様々じゃ。誰も気づかんわい。クマ、聞くんじゃ。うえ、出番じゃ。賢明じゃのう。いいだろう。気を引くんじゃ。あれ、タヌキだ。何か聞こえたぞ。いいか。よし、クマ、惑わすんじゃ。仕事。じゃな。クマ、聞くんじゃ。好奇心旺盛だな。クマ、行け。吠えるんじゃ。悪いよ。何も持っていない。戻らない。了解。あれ、クマ、よし。うわ、クマ、惑わすんじゃ。腹でも減ってんのか。クマ、聞くんじゃ。クマ、行け。クマ、気を引くんじゃ。好奇心旺盛だな。お前、何してんだ。いい。吠えるんじゃ。おい、何してんだ。そんなにうるさいんだ。クマ、よし。うわ、クマ、気を引くんじゃ。旺盛だな。いいか。クマ、惑わすんじゃ。しろ。大将が見てくる。クマ、クマ、行け。吠えるんじゃ。好奇心旺盛だな。ああ、少し腹が。クマ、よくやったわい。手裏剣を使おう。音を立てるな。簡単に隠れられたショーの始まりね。ネズミのコソコソと。いい策じゃ。いいか。聞こえたのか。出番じゃ。クマ、惑わすんじゃ。クマ、引くんじゃ。よし、うわ、クマ、気を引くんじゃ。クマ、戻らないと。腹でも減ってんのか。クマ、惑わすんじゃ。タヌキか。よし、わか、吠えるんじゃ。仕事。戻らないじゃな。クマ、引くんじゃ。クマ、行け。クマ、気を引くんじゃ。タヌキだ。クマ、クマ、惑わすんじゃ。好奇心旺盛だな。クマ、戻れ。やっと戻ってきたの。もう終わったぞ。準備しろ。便利だ。もっと早く詰めないのか。行くわよ。もうこれはいいの。クマ、聞くんじゃ。クマ、行け。剣術。小刀さん、抜き足。単なるヘアピンね。敵は私たちが来るとは思ってないわ。吠えるんじゃ。クマ、よし、分かっとる。クマ、気を引くんじゃ。何してる。いいか。クマ、惑わすんじゃ。戻らないな。クマ、引くんじゃ。よし、分かっとるな。クマ、気を引くんじゃ。戻らないと。これは何だ。あれ、タヌキだ。何してんだ。クマ、
クマ、行け、吠えるんじゃ。仕事仕事、じゃな、うん、いいか。クマ、惑わすんじゃ。腹でも減ってんのか。十分じゃ、クマ。鳥の声。さっさと行けよ。海に来るまで帰ってるのは勝っている。クマ、すげえ、時間がもったいないぞ。うん、よくやったわい。静かに。個人的な恨みはない。こそこそ。うん、位置についたわい。最後、うん、よーいじゃ。みんな、見ていて。優雅な解決法ね。水のように動け。簡単に隠れられるわ。移動中よ。一滴の血。手裏剣が使える。単なるヘアピンね。早く詰めないのか。愛しの人、見守っててください。気づかれないままで。敵は私たちが来るとは思う。優雅だし。手に入れた。昔こういうの持ってたの。我ながら上出来。刃が血を欲しがっている。計画実行だ。私の言葉がごめんね。質問いいかしら。自分の仕事は分かっているな。俺を待つ必要はない。何でしょう。はっ。それで刀を使うか。心配するな。個人的な恨みはない。もっと聞かせて。なんて優しいの。表現力には自信が。ごめんなさい。何かご用でも。質問があるの。突入する。剣術。いい手裏剣術。自分のやった。知らなかったわ。すぐ戻る。ありがとうね。終わらせてみかんざしよ。一滴の愛しの人、見守っててください。敵は私たちが来るとは思ってないわ。特別な粉よ。昇る様。そうだな。進捗具合は。もちろんです、昇る様。皆の者、昇る様の言葉が聞こえただろう。しっかり見張る人たちようね。見事な技じゃ。聞こえたぞ。もう一度だ。
悪魔先生。ユキちゃん、みんな無事に出てこれて安心したわい。これで私たちの役目は終わりね。あとは上様への報告だけよ。俺は行けない。え、なんで？私たち将軍様の命通りにやったでしょ。俺は上様のために動いたんじゃない。俺自身、それから、わかるだろう、誤解しないでほしい。あんたたちが嫌いとかそういうわけじゃない。でもここから先はこれまでと同じようにはいかない。わかるわ、ハヤトさん。ではわしらもハヤトに習うとするかのう、ユキちゃん。でも将軍様は私たちを探しに来ない。大丈夫、ユキちゃん。上様には報告はするけれど、私にはまだ取引できるものがあるから。上様がそれを受け取れば、このくらいの命令違反は見逃してくれるかも。じゃあこれでお別れなの？この先の道のりは長いぞ。もうちょっとばかり旅を続けて、この先でお別れするのはどうかの？うん、そうしていい。愛子さん、いいよね？私は反対しないわ。あなたはどうするの、ハヤトさん？まあいいだろう。あと数里くらいなら我慢してやらんこともない。昇るの死により影様の陰謀はようやく終わりを迎えた。歴史が真実とは限らない。歴史は昇るが実の兄によって軟禁され、そして自決したとされている。陰謀や反乱に終わりはない。しかしかの幕府はその後300年もの間平和を維持したのである。無限の復讐を果たした後解散した一行のその後を知る者はいないが、しかしその偉業は多くの伝説を生み出した。将軍のためにどれだけの人が戦い命を落としたのか。名前も功績も世に出ることがなく、その物語は永遠に闇の中に沈んでいるのだ。